人が人として大切にされる社会を目指し、保健、医療、介護、福祉などの事業と運動を通して健康で笑顔あるまちづくりの実現を進めてきた香川医療生活協同組合。2020年設立から40年を迎えました。最初に香川医療生協のルーツとその歩みを振り返ります。1949年12月、地域住民からの要請を受けた宮脇渉医師が高松市に高松診療所を開設。2年後の1951年には高松平和病院と名称を変更しました。健康保険制度がまだ十分ではなかった時代に、年中無休、いつでもどこへでも往診し、患者の医療費の悩みから生活のことまで何事に対しても親身になって相談に乗るという献身的な医療を始めたのです。当時、平和病院は医者代の面倒まで見てくれるという声さえ聞こえてきたといいます。そんな高松平和病院が取り組んだ歴史に残る事業の一つに、被爆者集団検診があります。1969年に実施した第1回の被爆者検診には、当時香川県在住の被爆者624人のうち90人が受診。今までこんなに詳しく見てもらったことはないと被爆者から感謝の声が上がりました。そして地域住民が保健・医療活動に関われるよう健康友の会を組織し、年間130回を超える友の会半会、健康教室などの活動を積極的に展開しました。1980年4月、設立賛同者327人、出資金170万2000円で香川医療生活協同組合が設立されました。翌年の第1回通常総代会では新病院の建設計画を決定。1984年10月には自分たちで作り運営し利用する病院として現在の高松平和病院が完成、オープンの運びとなったのです。医療生協となって医療活動は大きく変化しました。新築の後、内視鏡や CT、MRI など最新の機器を導入。外科、整形外科の手術件数も飛躍的に増え、内視鏡的治療などにも積極的に取り組みました。治療は医師にお任せの時代から、治すのは患者自身ですの時代へ。さらに患者同士の仲間づくりへと発展。多い時には10にも及ぶ患者会が学習会、レクリエーションなどを通じて互いに学び合い支え合う活動に取り組みました。また患者やご家族に積極的に寄り添うことで一人一人の思いを大切にする活動へも取り組みました。多くの組合員さんの協力で車椅子お花見会を実施し、介護保険がまだ始まる前に在宅患者にデイケアを始めました。入院患者を対象にした病棟半会では、季節ごとのイベントや
健康づくりに役立つ学習活動を実施しました。1991年に作られた医療生協の患者の権利商店は、患者と医療従事者が共に力を合わせて医療を進めるという時代の先端を行く画期的なものでした。2010年、医療福祉生協連は、日本生活協同組合連合会と日本生協連医療部会に加盟するすべての医療生協で設立されました。2013年には、医療生協の患者の権利商店、医療生協の介護を発展させた医療福祉生協の命の商店が制定されました。生協を担う私たち地域住民と職員には、命と暮らしを守り健康を育むためにご覧のような権利と責任があります。ウォーキングカンファレンスと呼ばれる看護師同士の申し送りは、ベッドサイドで患者と一緒に行います。この活動は1992年に NHK の取材を受け全国放送されました。1999年、従来は見ることのできなかったカルテを患者自身が見られるカルテの開示を開始。これによりがん治療を含め嘘のない医療の実践が始まりました。2002年には治療方針を患者・家族を交えて一緒に話し合う形に進化しました。そして急性期から回復期、在宅へと切れ目のない医療・介護の体制を整備したのです。回復期リハビリ病棟高松共同病院、老人保健施設虹の里、訪問診療、訪問歯科診療、訪問看護、介護支援センター、訪問介護、デイケア、デイサービス、そして訪問リハビリが2つの病院と2つの診療所を中心に在宅ケアネットを組んで活動しているのです。2011年、高松平和病院に念願の緩和ケア病棟が設置されました。県内2番目、高松地域では初めての緩和ケア病棟です。平和子どもクリニックでは病児保育ハトポップを併設し、子ども食堂の運営にも取り組んでいます。はい、ご飯どのくらい続く？予防歯科に取り組んできた平和歯科では、オーラルフレイルの予防や新しい歯科治療にも挑戦しています。一人はみんなのために、みんなは一人のために、医療法人から医療生協になることで組合員の活動も大きく広がっていきました。3人集まれば健康半壊、そしてみんなで健康チェック、保健大学も開催され、それらに参加した組合員さんの健康意識も一層高まっていったのです。街角健康チェックをはじめ、県内あちこちで展開された健康チャレンジ活動は時代の先駆けとなり、県民の健康活動推進の一翼を担うこととなりました。マップ作りにバス旅行、レクリエーションなど多彩な取り組みが次々と展開されていきました。それらの活動はみんなの健康にも紹介され、さまざまな交流会や集会でも紹介されました。各地域での健康祭りは、職員と組合員、
地域の人たちとの交流の場として今もその輪は広がり続けています。支部独自の活動も活発になる中、一人暮らしのお年寄りを対象とした配食サービスや独自のカフェ運営の取り組みなど、地域に根ざしたボランティア活動も多彩なものになってきています。阪神・淡路大震災や東日本大震災など被災地の復興支援にも取り組んでいます。そこに困った人がいれば手を差し出さずにはいられないのが医療生協の組合員なのです。私たちが健康推進活動やその活動の輪を広げることができるのも平和だからこそ。広島、長崎で行われている原水爆禁止世界大会への参加や平和行進への参加、各種緊急署名活動など平和運動にも積極的に取り組んでいます。最近は特に憲法の学習会に力を入れて、それぞれの地域で独自の活動も展開しています。そんな中、持ち上がってきたのがみんなで楽しく交流できる居場所づくりです。2010年8月にオープンしたほっこりをはじめ、2018年事業所のない小豆島で取り組んだどんぐりころころの居場所づくり運動は全国的にも大きな注目を浴びました。太田の組合員さんの手によって作られた子育て支援センター太田ハーモニーの夏休み子どもクラブには、毎年多くの子どもたちが参加し、楽しい思い出作りの場となりました。さらにそれに呼応して各支部でも夏休み子ども教室が始まりました。元教員の組合員さんなどの協力も得て、多彩な子ども支援の活動が展開されています。コロナ禍の中でも頑張る組合員さん。2020年、屋外でのラジオ体操やインフルエンザワクチン無料化を求める運動、コロナ禍による運動不足を解消するためのロングピロピロ体験学習など、紅葉支部でロングピロピロ講習会やってます。はい、吐いて徐々に戻してください。今できる活動を模索しながら、どんどんその輪を広げ続けています。医師、職員、組合員さんに伺いました。私たちにとって医療生協の未来の夢は、うち の合言葉として99人目100人目の患者さんを、まあ、うちがしっかり見るんだということで、まあ、例えば体調を崩した地域住民100人の方がいて、まあ、その100人の中で、まあ、徐々にこう何かしら問題を持っているっていうことで、まあ、50人目、70人目、80人目がいたとして、まあ、そのどうやってもこう困難が抱えていらっしゃる方、例えば、まあ、薬物であるとかアルコールであるとか高齢独居、まあ、そういった方を、まあ、うちでちゃんと受け止めて、そういう責任を持ってその方が地域で安心して暮らせるっていうことを、まあ僕らの中では99人目100人目の方をきちんと見るんだっていうことを、まあ、目標としてやっています。寝るときに、うん、私は全然寝てるから、お茶や予防の目的は大きいんで、まあ、良くなってなくても悪くなってない、まあ、維持できてるっていうのも評価で、はい、それはお声たくさんいただいてます。患者さんだけじゃなくて地域に出向いて、いろんな活動をしていきたいなと思っています。わーわー言いながらでも、楽しんで帰っていただけたらいいなとは思うんですけれども、じゃんけん、いろんなこう話をするし、昔から知ってる人がいっぱいおるわけでね、そういうのがやっぱり
かなり楽しいみたいで、もうしんどいけどって言いもてでもね来られる、うん、子ども食堂は私も夏休みキッズクラブが学校と家以外の場所みたいな感じでとても楽しかったので、そういう場所に子ども食堂になったらいいなと思って、子どもたちと関わってます。持続可能な開発目標 SDGs への取り組みが全世界でスタートしています。最後に香川医療生活協同組合の将来について藤原理事長に伺いました。地域のどこにいても健康づくりの活動が一緒にやっていけると、で安心して生活できる、そういう環境を作っていくっていう、それが目標ではないかというふうに思います。病気っていうのは決して個人の責任だけでなるものではないっていうのが基本的な考え方にあります。やはり生活と労働の問題であるとか、あるいは家族の問題であるとか、経済的な問題ですね、こういったことで病気っていうのは出てくるので、病気には必ず社会的な背景を持っているんだという、そういう考えで患者さんに接していく、家族関係とか経済的な問題も含めて見ていくっていう、そういうスタンスで病気を見ていこうという、今後は85歳以上の人々というのは増えてくるんですよね。高齢者って言いますけど、とりわけ85歳以上の方が増えてくる。で従来家族という場合には夫婦と子どもというこういうパターンが多かったと思うんですけど、これからは一人世帯というのがどんどん増えてきています。だいたい4割ぐらい一人世帯になると言われています。そういう中で人と人との関係をどう形作っていくのかという、そういう場所を提供するというのがやっぱり医療生協だと思うので、今後の健康と福祉だけではなくて生活していくという面で医療生協の役割を発揮できる、そういったことを目標にしていきたいと思います。そうですね、私たちは人と人とのつながりを大事にしていくという組織ですので、そういう意味で健康な方も医療生協の組合になっていただいて、地域づくりとか町づくりとか、あるいは健康づくり、こういったことを一緒になってやっていく、そういう人たちがたくさん増えることが今後大事だというふうに思っています。ぜひお入りください。